2015年7月24日、中国共産党機関紙人民日報の中国版ツイッター、ウェイボーの問いかけに、多数のコメントが寄せられている。人民日報は、緊急車両に特権が与えられているのは、生命の救護に関わるからである。これは、赤は止まれ、青は進めと、同じように当然のことだとし、命を救う車のために道を譲る、あなたはできますか?と問いかけている。この書き込みに、中国のネットユーザーからは、様々なコメントが寄せられている。世界は成人の集まりだと思ってるのか?法で取り締まんなきゃダメだ。他人を見て自分たちも学ぶことができる。外国でドライバーが緊急車両に道を譲るのは国民の素養が高いからだとでも思ってんの?法律があるからなんだよ。赤信号で止まった車が緊急車両に道を譲るために停止線を越えたら交通警察に罰金食らってた。今そこで肉まん買ったら4人に割り込まれたよ。前にこんな報道あったよな。救急車がどんなに呼びかけても道を譲らない男がいたが、救急車に乗せられてた病人は実はその男の家族だったってのがさ。渋滞がひどすぎて譲るに譲れないことも結構あると思う。譲れるだけのスペースがあれば絶対譲るさ。でも1ミリも動けない渋滞ならどうすりゃいいってんだ。譲りたい。でも動くに動けない。空を飛ぶしかない。俺はまず車を変えるようにならないと話にならんな。一般的に交通量の多いところには交通警察がいるだろう。彼らが交通整理すれば少しは緩和されるんじゃないかな。でもやっぱり国民の意識が必要だよね。教習所で教えたり PR したりするところから始めよう。毎回救急車が渋滞にはまってるのを見るたびに患者さんのことが心配になる。そしてもし自分が乗る番になったらと思うと恐ろしい。でもどうしても道を譲らない車はある。やっぱり取り締まってもらった方がいい。